こんにちは、この度二軍投手コーチに就任しました大石です。その感想としてはやっぱり一番驚きがっていう驚いたっていうのが一番ですね。コーチ経験はありませんけども、自分自身しっかり勉強しながら、そして選手とともに、成長していけたらなというふうに思っています。この度、ファームライフコーチに就任いたしました高山です。よろしくお願いします。スカウトの方々が、獲得した選手を、今回見させていただくことになるので、しっかり責任を持って、指導していきたいなと思っています。一軍に、少しでも早く、食い込んでいけるような選手を、どんどん送り込んでいきたいと思いますので、ファンの皆様楽しみにしておいてください。この度、2軍の内野守備走塁コーチに就任いたしました鬼崎裕司です。よろしくお願いします。やっぱり、副寮長というところと、あと教育担当というところで、やはり選手と、コミュニケーションをやっぱ意識して、やってましたので、そこは引き続きその経験を生かして今後も選手とは、接していきたいなと思ってます。2軍の中から、1人でも多く1軍の舞台で、躍動する選手を育てていきたいなと思っておりますので、今後とも応援よろしくお願いします。